はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の約数と倍数丸三をお送りします。で、タイトル、このタイトルね、3本目で、次回からタイトル変わります。なので、最後なんですが、今回も問題が3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわからないのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上2つ、特にこれですね。これに関しては中学の時にも、まあ同じようなのやってるので、まあその時にね、覚えてる方もいるかもしれないんですが、特徴としては、ルートの中に、その N っていう、まあ A だったりすることもありますけど、文字、自然数の文字と数字が入ってるんです。これ掛け算ね。よく出てくる方。で、こっちは分数になってますけど、やり方は同じです。で、何求めたいかっていうと、このルート 270N。こいつが自然数になる。で、そうなるために、まあ、N なんか書けなきゃいけないんですけど、その N の中でも最初、一番小さい N を求めようっていう問題です。で、まあ、こう出てきたから、やることは、この数字を素因数分解しても終わりです。こっちもそう。最初の自然数の時はね。なので、まず270、素因数分解していきます。ちょっとちっちゃくてごめんよ。2で135。これ3いけるけど、5の方が楽だよね、きっとね。先にやっちゃうとね、5に10で。で、3で9で3で3。つまり、分解をすると270がね、これ、2かける3の3乗かける5かける N になります。中身がね。で、大事なことは、自然数になるってどういうこと？っていうとこが大事なの。で、結論としては、ルートがなくなればいいんです。自然数になるには。ルートがなくなればいい。で、これね、こんな細かいことしなくていいんだよ。しなくていいんだけど、3の3乗って、ルートの中身、3の2乗、まあ2乗だった瞬間に外出れるじゃないですか。だから、これもし書き直すとすると、3を2乗と1乗に分けて、2乗の方は3が出てくるんです、こうやって。で、2かける、まあ3の1乗が残ってるんで、3かける5かける L とこうなってます。で、あと、このルートの中身が消えるには、2、3、5。こいつら全部出てくればいいんだよね、外に。じゃあ、出てくるにはどうすればいい？そしたら、この N が、もし、2かける3かける5だったら、2の2乗、3の2乗、5の2乗になるから、全部出てくるんだよね。で、全部出てくるってことは、自然数になるから、OK じゃんっていう。だから、結論としては、N っていうのは、2かける3かける5。かける3かける5なので答えは30なんです。これで、これで終了なので、自分がよくやってよく言うのは、ここね、まあ何乗でもいいです。例えば素因数分解した時に2の2乗かける、数でかいからこんなことないんだけど、3の3乗かける5の1乗かける7の4乗とかなったりするじゃないですか。偶数乗は OK なんです。つまり2乗とか4乗、もう出てこないけど、6乗、8乗。偶数乗っていうのは、全部外に出てくるから。2乗って、これがルートになった時に、これ出てくるからね。もう残らないと。で、7の4乗も結局7の2乗と7の2乗なんで、出てくるから残らないんだよね。けれど、奇数乗っていうのは、3乗だろうが5乗だろうが、2個ずつ出てきた時に、これまあ3出てくるんですけど、1乗が残るんで、こいつは残るんだよ。だから奇数乗の数字だけあとかければ OK だよって。だからこれ見た瞬間に2も3も5も全部奇数乗なんだよね。1乗、3乗、1乗だから。だからその数字をかければ OK だよっていう。そう。まあ解き方でシンプルに考えるんだったらね。でもなんでその解き方で解けるかっていうと、一応こういう話の流れがあります。まあこれで終了。で、2番ですね。まあ、こっち、分数になってますけど、特に気にしなくていいです。これも360を、まず素因数分解してください。で、2で、100、130じゃない、ごめん。180。2で、90の、2でいくか、45。5でいっちゃっていい？15の、5の3か。だから、ちょっと長くなるね。2が3つ。2の3乗かける3かける
5の2乗で下 n か。でこうなってる。今状況としてはね、素因数分解した後なんでね。でいやちょっと間違ったな俺。違う。5でごめん、本当にごめん。5だからさ、こう急じゃねっていうね。こうだよね。だから失礼。3の2乗と5の1乗だね。ごめんよ。で、こうなります。で、さっきと同じでも結論としては、奇数上の数字で書ければ OK なんです。だから結論からいきましょう、先に今回は。N イコール3の2乗。これは偶数上なんで気にしなくていいです。けれど、2は3乗、5は1乗で奇数上なので、その2と5。ここに3乗とかつけちゃダメだよ。1個だけでいいからね。これをかけた10が2番の答えになります。で、一応、なぜこうなるかっていうと、これちょっとこの辺はみ出していいかい？今回、よいしょ。上の状態、まず2の3、2を2乗と1乗に分ければ2が1個出てきます。で、3も出てくるので、まあ6は出てきてるわけだよ。で、何が残るっていうと、2の1乗と5の1乗が残ってる。で、さっきは、こいつをね、2と3と5をかけることで全部2乗にしちゃって出しちゃおうぜっていう発想なんです。かければ出てくるからね。でも今回 N が分母にいるので出てこようぜっていう発想じゃなくて消しちゃおうぜっていう発想です。で、結論としては N が 2×5 になることによって約分で全部1になるんだよね。で、1になったらルート1は1で消えるからルートが。だから OK ですねって。結論としてやることは同じなの、最後。発想の仕方は。で、過程はちょっと違うんだけど、考え方はね。ですけど、まあ、こういう風に解いてみてください。で、高校であんま見ないんですけど、一応、まあ、予備知識として、最初、一番ちっちゃい n はこうやって求めてください。これで OK です。で、もし、2番目に小さい n って出てきたら、最初、一番ちっちゃいじゃなくて、2番目にちっちゃい n って言われたら、この数字に4をかけてください。4です。こっちのタイプね。このタイプの時4で OK。まあ、こっちでも OK なんですけど、あ、こっちダメか、ごめん。こっちだね。出てくるのは。です。で、なんでかっていうと、ここにもし、4をかけるじゃないですか。で、4って2の2乗なので、かけたとしても出てこれるんです、別に。で、次に小さ、これ 2×3×5 が一番ちっちゃいんでしょ。で、そこに2の2乗をかけた。1の2乗って意味がないんで、2の2乗だったら自分で出てくるからかけて OK なの。つまりここは4120か、4かけるよね。120が2番目にちっちゃい n っていう感じの答えにはなります。あんま見ないですけどね、自分の印象は。でも出てきたらごめん。まあ、ひとまずね、最初一番ちっちゃい n の求め方はこんな感じで覚えておいてください。で、3番ですね。下はちょっとガラッと変わって、ルート n2 乗プラス8です。で、こいつが自然数 m になるような m と n の組み合わせを求めます。組み合わせです。こちらが難しいですね、上よりは。で、ちょっとね、途中式書かなきゃいけないので行きましょう。まず、こいつ、自然数 m になるって言ってくれてるので、n2 乗プラス8イコール m と置きます。で、途中式を書かされるんだったら、まあね、問題にも書いてくれてるけどね、もう m は自然数と一応書いておきましょう。と置くだね。まあ、こうなると。で、あとこれ解いていきます。で、まず両辺、2乗すると、ルートが外れます。n2 乗プラス8イコール、こっち2乗するんで、m の2乗です。で、m の2乗を右辺に持っていって、m の2乗引く n の2乗を作ります。で、イコール8ですね。ちょっと右辺と左辺変えましたけど。で、こうなって、ちょっとこっち持ってこようか。どうしよっかな。まあ、いっか。持ってき、これね、左辺、因数分解すると、m プラス n と m マイナス n イコール8と、こうなります。まあ、これ中学でやった。普通の因数分解だね。で、ここで大事なことはですね、また掛け算できます。まあ、前回の動画の流れとちょっと似てますけど、ほにゃららかけるほにゃららが8になると。じゃあ、この組み合わせ何がある？で、8になるのは、8×1、もしくは 4×2 です。で、本当は、マイナス 8×-1 とか、マイナス 4×-2 って発想もしたいんですけど、それはなしで OK です。なぜなら、今回自然数なんで全部。自然数ってのは負は入りません。正の数だけなので、だから負は考えなくて OK。で、8142のコンビか。
じゃあ81とか184224って4通りいこうかなと思うんですけど、これも2通りで OK なんです。結論から言うと81と42このコンビだけで OK で、なぜかっていうと、これも M と N 今両方とも自然数です。 OK 両方自然数だからね。で、2つの数、正の数だよ両方を足したものと引いたもの、当然足したものが出なくなります。両方正だから。だから18ってありえないのこの場合。なので M たす N が大きい方だけ考えればいいよねっていう。で、あとはこういう組み合わせって分かったので、発想としてまず M たす N、ちょっとちっちゃく覚えてね、が8で、 M 引く N が1だね、この上のコンビは。か、まあ、突然しかなくてかとかいらないからね、 M たす M が4の時と M マイナス N これよしだ2の時、この2つしかないって。だからあと解くだけ、連立方程式なんで。で、これを解くと、こっち側ちょっと暗算いっていいですか。暗算いくと、これ M が2分の7で、待って、合ってるか、M が、じゃあ2分の9か。で、N が2分の7だね。ってなってしまうんだけど、2分の7も2分の9も自然数ではないので、こっち不適なんだよね。適さないと答えとして。だから、こっちから出てくる。ちょっとここね、途中式端折っちゃいますけど、よって、MN の組み合わせはこっちから出てくるやつ。足すと 2M で6だから、M が3だね。で、N が3なので、で、N が1か。これが答えになりますよという流れで終了になります。いいかな。まあ、このね、指示だと3番の問題のタイプも結構よく 見るタイプではあるので、ぜひこんな感じで解いてみてください。では今回は高校数学数 A の約数と倍数丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からタイトル変わります。で、次回から、最大公約数、最小公倍数に関するね、動画撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。